アベコベガイルの成長。アベコベガイルは南米に生息するカエルの一種である。幼生のオタマジャクシは体長25センチメートルと非常に大きいが、生態であるカエルはオタマジャクシと比較すると約4分の1の大きさとなることからアベコベガイルと名付けられた。アベコベガイルの体色は緑色で能力色またはオリーブ色の縞模様がある。 アルゼンチン北部からパンタナル、アマゾンやギアナ地方を経て、ベネズエラとトリニダード島までの地域の池、湖やラグーンに生息しているほか、コロンビアのマグダルナ川流域に隔離分布している。メスのカエルは水生植物に産卵する。これらの両生類は幼虫、小型の昆虫、無脊椎動物を食べる。夜行性で生活の大部分を水中で過ごす。危険を察知すると、 頑丈なつま先と関節を使って泥に潜って身を隠す。また、このメカニズムを使って湖と池の底から食物を獲物を見つけ出す。2008年3月、アルスター大学と UAE 大学はアベコベカエルが感染から身を守る働きをする皮膚に存在する成分である数電マイナス2に関する研究結果を発表した。数電マイナス2は 実験室条件下では、水細胞を刺激し、インスリンを分泌させる働きがあり、それに伴う毒性がないことを発見した。数年マイナスには、二型糖尿病の治療に役立つ可能性がある。ありがとうございます。